ネクストリバーレ出張特別企画ラビチューブを見てくれてるみんな、元気にしてるか？ズールの犬丸トーマです。この番組は俺たちアイドルがラビチューブクリエイターに挑戦して楽しい時間をみんなに届けようっていう番組だぜ。みんな、トラとミナの会はどうだった？2人ともめちゃくちゃ面白かったよな。いや、実はさ、あいつらがちゃんとやれんのかちょっと心配してたんだ。いつも俺が喋って回すことが多いからさ。だから最初見た時びっくりしちまって、全然うまくやれんじゃんか。4人で番組出る時もあれくらい喋ってくれよって思っちまったよ。じゃーん、見てくれよこれ。俺たちの名前に入ってる動物をモチーフにしてくれた可愛いのが置いてあるんだ。トラもミナも恥ずかしがりだからさらっとしか触れてくんなかったろ。ごめんな。めっちゃ可愛いからみんなも見ておいてくれ。それじゃあ早速最初のコーナー行ってみようぜ。びっくりドキドキ箱の中身は何だろうなコーナー。この箱の中にはアイドリッシュセブン、トリガー、リバーレが考えてくれたチャレンジ内容が入ってるってことで、ぶっちゃけちょっと楽しみにしてたんだ。回答権は3回まで、3回間違えると罰ゲーム。ヒントは1回中身に関する質問ができる。正解するまでか回答権を使い切るまでのタイムを測って全員と競うってルールだな。俺はトラみてえに舌は肥えてないし、ミナみてえに頭は良くないから、簡単なのだとありがたいんだけど、罰ゲームがセンブリ茶なんだよな。いや、トラがさ、控室に用意されてる普通のお茶でも俺に毒味させるようになっちまってさ、どんだけ苦かったんだよってマジで今ビビってます。で、これが今までのやつらのタイムだ。結構みんなバラバラで面白いよな。さらっと成功しちまいそうなやつでも失敗したりしてて意外ってのもあるし、まあでもうちのグループ負けず嫌いが多いんで、俺も勝つつもりでやらせてもらいます。そんじゃ早速やってみますか。おりゃ、よし、うん、怖くない、何も怖くない。うわっ、なんだ、柔らかいなんかがあった。マジでわかんねえ。あっ、こっちは、棒？なんなんだこれ。棒にふさふさした柔らかいなんかがついてる。もしかしたらあれか、こないだ夏に買ってそのままにしちゃってたやつ。トラとやったんすよ。花火はどうだ。違ったが、まあ最初だしな。うん、なんかいける気がしてきたぜ。このわさわさっとしたところが何なんだかわかんねんだよな。それに棒っぽいものがついてて、お、やべ、わかったかも。これあれっすよね、稲、あ、じゃなくて麦、麦でしょう。え、これも違うんすか。やばい、春に絶対成功させてくるからなって宣言してきちまったのに。ヒント、ヒントもらっていいすか。猫。あー、はいはい、猫か、なるほど、めちゃくちゃいいヒント、ありがとうございます。ラスト、もう一回触って答えてみせるぜ。あー、確かにこれはあれじゃん、猫を遊ばせるやつだ。なんでわかんなかったかな。よし、もう答えは一つだろう。箱の中身はエノロコグサです。
違う？これあれっすよね、猫じゃらしですよね、草の草じゃなかったんすか、おもちゃの猫じゃらし。うわマジか、いやめちゃくちゃ惜しいことしてんじゃん俺。すまハル、失敗しちまった。飲む飲むぞ。いか、無理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 、水ください。いや、やば。ということで、あんだけ意気込んどいて失敗しちまったけど、なんかちょっと楽しかったです以上、びっくりドキドキ箱の中身はなんだろうなコーナーでした。チャレンジ、お題はなんだろうなコーナー。次はこの箱に入っているくじを引いて、書いてあるお題にチャレンジするっていうコーナーだ。こっちも他のグループのやつらが考えてくれたお題が入ってるんだ。この企画のおかげで、まだまだ俺も知らないメンバーの一面が見れてすんげー楽しいよ。そんじゃ引いてくか。よし、これだ。なになに、日本語禁止、英語でクッキングにチャレンジ、バイガク、トリガーの八乙女さんからっすね。ありがとうございます。あれだよな、アイドリッシュセブンの四つ葉がやってたチャレンジと同じやつ。いや、英語はまあできないってわけじゃないんだけど、料理はあんまやったことないからさ、そっちが心配だな。とりあえずスタッフさん、用意お願いします。あー、レッツクッキング、フレンチトースト、イエーイ、ベリーベリーデリシャススイーツ、 This is a palm and milk sugar egg in the cup, shake shake with me, next switch on, cup is hot very hard, so delicious French toast, come on。わお、グッドスメル、パーフェクトフレンチトーストイズカミング。あ、いいんすか。あ、じゃなくて、サンキューガイズ、レッツイートミー、デリシャスフレンチトースト、カモン。おっ、うわ、うまっ。レンジでチンするだけでこんなうまいもん作れんのかよ、すっげえな。あ、お、レンジ is magic、 パーフェクトスイーツ for you。 いや、英語で喋りながら料理とかちょっと恥ずかったけど、まあまあうまくできたんじゃねえかなって思ってます。フレンチトーストもレンジならすぐ作れちまうし、みんなもチャレンジしてみてくれよな。以上、チャレンジ、お題はなんだろうなコーナーでした。残念だけど、そろそろ終わりの時間みたいだ。お気に入り登録して、また俺たちの動画を見直してみてくれ。おお、俺へのリクエストってじゃんけんか。やりやすいやつでよかった。マジで。よっしゃ、行くぜみんな、じゃんけんポンどうだった、勝っても負けてもこれからも俺たちのこと
応援していてくれよ。それじゃあ今日はバイバイ。